アメリカンファラオ。アメリカの三冠馬にして守護馬としてもカフェファラオなどを輩出して活躍している。アメリカでの守護馬としての評価は下がりつつあるが、日本では高く評価されて日本でのスタッドインが期待される。皆さんこんにちは、マンケンドラえもんです。本日の検証です。ダートはとりあえずアメリカンファラオ3個を買えば勝てる説やっていこうと思います。アメリカンファラオ3個の特集はショートで前に上げて、で、血統ワンポイント講座で何回か取り上げてるんですけど、今週は過去にあった企画の復習週間ということで、このアメリカンファラオ3個やっていきたいと思います。まあ、他の企画がちょっとね、まあベタなんで、ちょっとここでね再生数取りたいと思います。アメリカンファラオ3区の期待値はこちらです。なんと単勝回収率 200% あります。まあ、200% ってあれですからね、買うごとに倍になっていくっていう恐ろしい回収率ですからね。まあこれやっていきたいと思います。本日のルールです。8月31日9月1日のダートレースに出走するアメリカンファラオ3区の単勝1000円副賞2000円で勝負します。夏競馬最終週で、秋競馬にも使える血統の格言の復習週間として他に2つ企画を回していますが、この企画にはプライベート馬券でも狙っている人気薄がいるので、動画化最有力候補でございます。企画馬券でもプライベート馬券でも勝てるように頑張っていきたいと思います。それでは検証開始です。このレースに出走するアメリカンファラオ3区は1番人気4番のルクソールカフェ、馬券は4番ルクソールカフェの単勝1000円副賞2000円で勝負です。中段でレースを進めた赤い帽子4番ルクソールカフェ、3コーナーから徐々に進出、4コーナーで先頭に並びかけて最後の直線です。手応え良かったんだけど、なんで急に押し出した、やばいのか。いや大丈夫だ大丈夫だ、3つ目、よし、かわせ、さあ厳しいか。いやめっちゃ粘る前、かわせ、誰も、させ、届かなかったっぽい。4番ルクソールカフェ、際どく追い詰めて、これ夏競馬入ってからですね、ガミリまくりなんですよね。このガミガミ病を早く治したいと思います。はい、血統ワンポイント講座です。今ので使ったのはヘニーヒューズ3区です。ヘニーヒューズ3区、2歳のダート戦の単勝回収率 122% でベタ買いしてもプラス収支になります。ただし新馬戦は単勝回収率 91% でマイナス収支です。2歳戦はですね、未勝利戦1勝クラスオープンでプラス収支になります。新馬戦で負けた後の未勝利戦で買い、新馬戦や未勝利戦で勝っても次の昇級戦で軽視するのは禁物です。よかったら参考にしてみてください。このレースに出走するアメリカンファラオ3区は1番人気10番のダノンスイッチ、馬券は10番ダノンスイッチの単勝1000円副賞2000円で勝負です。中段でレースを進めた同じの星10番ダノンスイッチ、4コーナー手前でズルズル交代、10番手で最後の直線です。直線、もうその後外へ切り替えて、アメリカンファラオこれがあるんだよ。外側2番のダニシンポイント、朝練で超走らされた後の一元数学バリにやる気なくすレースみたいな、まあ詰まったら終わりなんだよね。先頭9番のクラビコード、仕方ない、はい、外れです。2着2番バリシングポイント、3着争いは3頭。はい、血統ワンポイント講座です。今のレース勝ったのはジャスタウェイ3区です。ジャスタウェイ3区、ダートの 1700m の単勝回収率 118% でプラス収支になります。今週から1ヶ月間ダートの 1700m 戦なんてねえよって皆さん思ってるでしょうが、ダートの 1800m ではどうかとマイナス収支になります。ただしです、距離の延長ローテで挑んだ場合はプラス収支になります。前走を 1700m 戦で構想したジャスタウェイ3区を危険な人気馬だと思って切っちゃうのは危険なので、覚えておいて損はないと思います。よかったら参考にしてみてください。このレースに出走するアメリカンファラオ3区は10番人気4番のキュピドン、馬券は4番キュピドンの単勝1000円副賞2000円で勝負です。コースアートから2番手につけた青い帽子走りの舞台4番キュピドン、4コーナーで先頭に立って最後の直線です。これいったんじゃん、
これ一等ですよ。頑張れ、残せ残せ残せ、もうそのままそのまま、もう残してくれ残してくれ、もうそのままでいい、そのままでいい、そのままでいい。やった、これ何番不死は、やばい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 、そのまま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 、残せ残せ残せ、北さんも来た、北さん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 させ、北さんさせ北さんさせ北さんさせ、よしよしよっしゃよしよしよっしゃ、ワイドを取った、これでかいんじゃない、マジで取ったのめちゃめちゃ嬉しいんですけど、最後の直線はしゃぎすぎですね。これだいたい80倍じゃなくて60倍だし、老眼入ってきたんかな。はい、決闘ワンポイント講座です。今のレース3着に入ったのは北三ブラックサンクです。北三ブラックサンク、ダートの単勝回収率 100% でベタ買いしてもトントン。ダートの 1700m 以上だと 114% に跳ね上がります。ダートの不良も 135% で大幅プラス収支。さらにダート不良のダート 1700m 以上になると、その回収率は 170% オーバーです。これから台風とか、あの本当に意味のわからないゲリラ豪雨があるので、そうなった時要注目です。このレースに出走するアメリカンファラオサンクは7番人気13番のアドバンスファラオ。馬券は13番アドバンスファラオの単勝1000円、副賞2000円で勝負です。コーススタートから花に立ったオレンジの帽子13番アドバンスファラオ、先頭をキープしたまま最後の直線です。これまた勝っちゃうんじゃない、勝っちゃうんじゃない、でも TM ってことはいいわ。じゃあせめて負けんない、うわ大丈夫そうだねこれね。いやいやいや、頭もある、頭もある、頭もある、残せ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 、そのままそのままそのまま、頑張れ頑張れ頑張れ、残せ、いったでしょいったでしょ、これよし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 、あーやばい、残せ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 、そのままそのまま、よしよし。あれ3着どっちだった、赤だった。私事ではございますが、3着争いは鼻さ刺されて外れてました。いやワイド当たってたんだけどね、残ってれば。はい、決闘ワンポイントコートです。今のレース惜しくも鼻さの4着に敗れたのは鈴鹿洪水上サンクです。鈴鹿洪水上サンク、とにかく湿ったダートで狙うのがいいです。ダートのヤヤオモは単勝回収率 96% で高水準、オモは単勝回収率 105% でプラス収支、不良ババは副賞回収率 115% で雨が降れば降るほど期待値がアップします。これはですね、本当に全然知られてないですし、僕は動画で何回も話してるんですけど、多分みんな忘れてるんで、これ覚えてるだけで有利になるんで、よかったら覚えておいてください。はい、皆さんお疲れ様でございました。本日の検証、ダートはとりあえずアメリカンファラオ3個を買えば勝てる説、セッツリ1勝でございます。ありがとうございます。いや久々に3本中2本当たり企画で2つとも動画にすることができました。いやーちょっとね、これは今週めちゃめちゃ儲かったんで、ちょっと今送ってきます。まあちょっとね、一口の募集もキャロットとかね、いろいろあるんでお金残しておきたいと思いますけど、本当に今週挙げたエピファネイアとこのアメリカンファラオは一生買い続けたら儲かりプラスになる脂肪馬なんですね。だけど今週これ動画でやったから来週はい当たりますみたいな、勝てますみたいな感じではないので、来週というかもう今週の競馬で外れたからといって怒ったりとかチャンネル登録を消したりとかするのはやめてくださいね。一生やったら絶対勝てますんで、はいお願いします。それでは今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。